ジョゼフ・ジョーシ・フェールは、スイス出身のカーレーサー。日本語では、ジョーシ・ファートとも表記される。あだ名は、セッピー・クレイジー・スイス。F1 では、スイス人初勝利を含めて2勝を記録。スポーツカー世界選手権では、ポルシェのエースドライバーとして活躍し、カナディアン・アメリカンチャレンジカップにも出場した。1971年のノンタイトル F1 レースで、 事故死した。1957年、二輪ライダーとして、レースキャリアをスタートし、1959年に、スイス選手権 350cc クラスチャンピオンとなる。1960年に四輪レースへ転向し、ヨーロッパ FJ のチャンピオンとなる。1962年に地元チームで F1 にステップアップ。初エントリーの1962年、 第2戦モナコ GP は予選落ちし、第3戦ベルギー GP にて F1 デビューする。1963年は自チームを結成。1964年、シチリア島で行われたノンタイトル F1 レース、地中海グランプリにて、前年度の F1 王者ジム・クラークを銀座で破り、優勝する。その活躍から、プライベートチームのオス、ロブウォーカーレーシングに迎えられ。 アメリカ GP で3位初表彰台を獲得。以後、1969年まで同チームに在籍する。1967年まで目立った成績は残せなかったが、1968年はロータス49バイト、フォードコスワース DFV エンジンというパッケージを得て上位に進出。第7戦イギリス GP にて、 フェラーリのクリス・エモンを抑えて初勝利を達成し、スイス人初の F1 優勝者となる。最終戦メキシコ GEP では初ポールポジションを獲得する。1970年には、新興マーチのワークスチームに加入する。この際、耐久レースの所属先であるポルシェが、シフェールのフェラーリ遺跡を嫌い、マーチに資金を出したと言われる。しかし、 獲得ポイント0点という不振から1年のみで、マーチを離脱する。1971年には、ブリティッシュレーシングモータースに移籍。後半戦から、表彰台圏内に食い込み、第8戦オーストリア GP では、ポールポジションを獲得し、全周回1位ファステストラップ獲得という、グランドスラムで2勝目を挙げる。ドライバーズ選手権では、自己最高の4位となる。 ポルシェ908-03に乗るシフェール。1970年ニュルブルクリンク 1000km レース。F1 ではプライベーターとしての活動期間が長かったが、スポーツカーレースではポルシェのエースドライバーとしてフォードやフェラーリとの対決で有名を馳せた。1967年途中にポルシェワークス入りし、1968年のスポーツカー世界選手権では、 ハンス・ヘルマンとのコンビで3勝。ルマン24時間レースで、ポールポジションを獲得する。1969年は、ブライアン・レッドマンとのコンビで10戦中6勝し、ポルシェのマニュファクチャラーズタイトル発制覇に貢献する。北米のキャン、アムシリーズにも参戦し、ドライバーズ選手権4位。69日本グランプリに、デイビッド・パイパーとのコンビで遠征し、 レース序盤トップを走行する。1970年より、ポルシェのレース活動を代行する、JW Automotive から参戦し、レッドマントのコンビで参照を上げる。1971年は、デレック・ベルトのコンビで一勝。キャンアムシリーズに、再び出場中、運命の日を迎える。1971年10月24日。 ブランズハッチで行われたノンタイトル F1 レース、ワールドチャンピオンシップビクトリーレースに出場。ポールポジションから出遅れ、4位まで追い上げていた15周目、シフェールの BRMP160 は、放送ンベントでコントロールを失い、コース脇の土手に衝突。シフェールは横転、炎上したマシンから脱出できず死亡した。35歳であった。 故郷フリブールで行われた葬儀には5万人のスイス国民が参列した。死因は火災の煙を吸い込んだことで、事故調査では現場周辺の消火器がどれも機能していなかったことが判明した。この悲劇の教訓から F1 マシンに自動消火装置やヘルメットへの酸素供給ホースを装備することが義務付けられた。タグホイヤーモナコ40周年リエディションモデル。 ありがとうございます。